おはようございます。今日も最高の一日に行きます。練習行きます。練習終了しました。遠征メンバーに入ったので2時に出発します。それまで1回買い出しに行きます。昼食チームで用意していただいたんですけど、補食を追加で購入しに行きます。行きます。補食調達完了しました。クラブハウス戻って、クラブハウスで出発まで待機します。戻ります。宿泊先のホテルに到着しました。今から散歩に行きます。30分前ぐらいに散歩終わってゆっくりしました。今からケアを受けます。行ってきます。夕食を取りに行きます。夕食食べ終わりました。夕食の後はもうフリーなんで寝るだけなんですけど、まあ、今も書いてるんですけど日記書いて本読んだりしようかなと思います。今回の本は走るメロス太宰治短編集なんで、他にも走るメロス以外にもありました。今回の遠征のお供です。ゆっくりします。寝ます。今シーズン初の公式戦メンバー入り。両親はじめ友人、応援してくださる人に感謝です。おかげで頑張れてます。できることやって最善尽くして結果を持ってこれるように頑張ります。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。最高の一日にします。行きます。軽運動行ってきました。今日はナイターゲームなので、午前中のこの時間に軽く体を動かして、体が休みすぎないようにして、でまたここから昼食と、あと時間空けて軽食とってミーティングして試合に行く感じになります。軽運動行ってきました。昼食後の時間経って今から試合の準備してミーティングに向かいます。群馬に戻ってきました。東京までサポートしに駆けつけてくださった皆様、本当にありがとうございます。帰ります。寝ます。おやすみなさい。ありがとうございました。おはようございます。最高の一日にします。行きます。練習行きます。練習終了しました。帰ります。今日公開練習でファンサービスも解禁になって、まあ正味は練習良くなくてちょっと元気なかったんですけど、練習終わった後ファンサービスをお声掛けいただいて元気出ました。ありがとうございます。ありがとうございます。支えられてるなと思いました。ありがとうございます。良くなかったですね。帰ってきましたよ。
今日はお昼を寮で食べるので、お昼ご飯今からです。食べるっていう行為自体が好きなんでね、本当に元気になるぞ。いただきます。20分のパワーナップ入れます。おやすみなさい。昼活いきます。大学の同期が仕事休暇で群馬来てくれるそうなので、今から会いに行きます。寝ます。今日昼活図書館行って本を返して勉強して、でまた本借りました。高校の頃教科書で読んだ志賀直哉さんの木の先にてをもう一回読みたくて借りました。昼活終わって大学の同期が群馬来てくれて会って、近況報告だったり思い出話に花が咲いて、改めて頑張ろうって思いました。今日の練習公開とファンサービスもそうですけど、人と人のつながりが元気を作るなって思いました。結構良縁に恵まれてるなって思うんですけど、感謝です。本当に感謝です。ありがとうございます。寝ます。おやすみなさい。おはようございます。今日も最高の一日にします。いきます。練習いきます。練習終了しました。お昼食べてセルフケア入れて帰ります。ちょっと朝 雨めっちゃ降ってましたけど、今めっちゃ晴れてます。最高。太陽最高。ビタミン D 最高。帰ります。日用品の買い出しに行ってそのまま昼活しようと思います。行きます。今回の買い物はユニクロでジャケットを購入しようと考えてます。選手会の理事会が今までコロナの影響もあってオンラインが主だったんですけど、5類に移行してオフラインでの会議も行われるようになって、全国に理事がいらっしゃるんで全員が全員来れないのもあって、オンラインとこう並行してみたいな感じなんですけど、まあ、それでちょっと綺麗な服装を持っておいた方がいいかなと思ったので、ちょっとジャケットを買おうかなと思ってます。帰ります。美味しい。ありがとう。主婦ですけども、主婦ですけども、大丈夫ですか？寝ます。昨日借りた。この志賀直哉さんの短編集なんですけど、真鶴っていう短編が一個あって、自分出身は湯河原なんですけど最寄り駅は真鶴駅で、すごく親近感を感じましたね。この真鶴の短編の他にも川端康成さんの伊豆の踊り子とか、芥川龍之介さんのトロッコとか、
結構ね、熱海小田原間、伊豆修善寺、湯河原真鶴、結構ね出てくるんですよね、小説の舞台で。もっとね早くそれを知ってればね、地元のこともっと好きになったかもしれないですね。ちょ、ぜひ読んでみてください。伊豆の踊り子とか真鶴とかトロッコとか、あの青空文庫っていうインターネットのホームページでそういった著作権フリーになった小説っていうのは読めるんで、有名なやつ自分もたまに使いますけど、ぜひ青空文庫使ってみてください。あと地元湯河原真鶴熱海、その辺をよろしくお願いします。寝ます。おやすみなさい。最高の一日でした。